TBS ラジオ954。高橋君、コピー用紙がないぞ。じゃあ注文しますね。お昼出前にしようか。じゃあ注文しますね。我が社の新商品ラジオ CM でドーンと宣伝するか。じゃあ注文しますね。え？ラジオ CM のこと気軽にお問い合わせください。詳しくはラジオ CM55 で検索。ジャンクポッドキャスト、デメオコ、デメオコでございます。おっと、地下鉄にデメオコ駅ができてるんですね。さあ、というわけで、剣道腰のデメオコポッドキャストが始まりました。さて、今週もですね、またまたわけのわからぬ応援をしてしまいましたが、そのわけのわからぬところ、特にえりすぐってですね、少しだけ聞いてもらいましょうか。こちらです。さあ、というわけで、続いてのコーナー行きましょうか。続いてのコーナーはこちら、松たか子目撃情報。あの、松本幸四郎さんの娘であり、日本を代表する実力派女優であり、明日春が来たらでおなじみのシンガーであり、あのパン祭りの女王である松たか子さんの目撃情報をお待ちしております。有力な情報にはそれなりの報酬をお支払いいたします。さあ、ということでね、松さんがまだまだ目撃されているようです。いきましょう。こちら、ラジオネーム天保。松たか子さんがヤクザの借金取りに追い込みかけられてました。松さんは必死にドアを押さえながら、春が来たら返しますからと言ってました。そういう意味での明日春が来たらやったんですか。春が来たらパン祭りでまとまったギャラ入ります境にということやったんですか。まとまったギャラ入ります境に、明日春が来たら返します境って言ってるわけですか、これ。借金するわけないでしょ、松たか子さんが。ラジオネーム、味噌塗りランドセル。先日ゲーセンでテトリスに熱中している松たか子さんを見つけました。どうやら松さんは細長い棒を待っているようで、フランスパン来い、フランスパン来いとずっと叫んでました。その3回連続で細長い棒が来て全消しした瞬間、パンの神様どうもありがとうと言いながら天に祈ってました。山崎春のパン祭りをやってるからといって、そのパン信者というわけではないですからね。パンの神様なんて言わないでしょ。こちら、ラジオネームオレンジ。松たか子さん目撃しました。彼女は確かアッサラームの村で遭遇し、私たちに戦闘を挑んできましたが、イオナズンだが MP が足りない、メガンテ MP が足りないと苔落としをしてきました。もし MP があれば、私たちは間違いなく死んでいた。何やそれ。続きまして、猫ネコロガール。松本幸四郎さん見ました。幸四郎は自分のオーラが何系なのかを調べるため、グラスに溢れるくらいの水を入れ、その上に葉っぱを浮かべ、両手をグラスの脇にかざし、初を行った。もう初までは得してたんですね、幸四郎さん。すると、グラス内の水の中にバンテリンが出現した。これは?と驚く幸四郎に、具現化系だな、お前は。オーラを物質化するのが得意なタイプだ。お前の場合すでにバンテリンが具現化されてるから、バンテリンに特殊な能力をつければいいと師範代に言われた幸四郎は、肩と腰とつぶやき、肩と腰に効くバンテリンを具現化しようと鍛錬を始めていました。水見識まで行ってるということは、もう初まではできてるということですからね。そういやありましたね、ハンターハンター。水見識と似すぎやろというのがナルトでもありましたけどね。自分のチャクラの系統を見るという、神がこう燃えたら、神を持ってそれが燃えたら火の系統とかね、そういうのがありましたけど。さあ、こちら最後です。ラジオネームモンド。映画スパイダーマンを見ていたら松本幸四郎さんを発見しました。肉体の能力を極限まで高めるバンテリンを投与した幸四郎さんは全身緑色の化け物になり、空を飛ぶスケーボーに乗りながら、
スパイダーマンと対決していました。その後スパイダーマンに幸四郎さんを亡き者にされた松さんが肩と腰に復讐を誓っていました。なんで松本幸四郎さんがなんでゴブリン役なんですかこれ。で松さんがこのままだとホブゴブリンになってしまう。というか松さんが肩と腰に復讐を誓うってこれどういうことやねん。これどういうことなんですかそれは。いやー全く松隆子目撃情報だけは明日が見えません。さあというわけで続きました、お待ちかねのこのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、小学生あらわる。単純、明快、幼稚、稚拙、どうしようもなくくだらない存在小学生。そんな小学生になりきって思いの丈をてめおこにぶつけましょう。もちろん本物の小学生からもお待ちしています。さあというわけでね、本当のどうしようもないコーナーです。いきましょう、小学生あらわる。ラジオネーム味噌塗りランドセル。服は外、鬼は内。これは言うやつおるでしょうね。これは言うやつおるでしょうね。服は外、鬼は内は言うて女子に叱られてどついたら思いのほか強くて問題になるやつですね。ペンネーム年収5万、この線から出たら死ぬことね。誰よりも死を軽んじてるのが小学生ですからね。何々でけんかったら死ぬとか。ラジオネーム島福。かーめーはーめーはーぼよよーん。やりそうで怖いわ俺これ。勝美兄さんが採用しそうで怖いわこれ。マイケルと同じネタの作りでできますからねこれ。ラジオネームクリスタルマン。安西先生、うんこがしたいです。いいですね。行きましょう、チーム逆探知。お前そっちからちょっとしょんべんして、俺こっちからするから、せーの、X。 これマジで小学生送ってきてんちゃうでしょうねこれ。行きましょう、こちら、ラジオネーム人様。なあなあ、カゴちゃんのお尻って割れてる？なんやねそれ。うわ、これはもしかしたらマジ小学生かもしれないですよこのネタは。いきましょう、ラジオネームなかなかうーちゃん。ドレミファソラファウンコ。あ、ヤマハの音楽教室の CM か。なかなかでも読み返す気にもならない質ですから。なるほど、ちょっと小学生あらわるのコーナー、癒しもあれば疲れも出ますね。さあというわけで、聞いていただいたように本放送ではね、いろいろなコーナーを用意しているてめおこですが、まあいつまで経ってもなくならないのがですね、本当にボツというものでございまして、さあそのボツという作品をですね、少々覗いていって断罪させていただきましょうか。まず最初にボツが届いているコーナーはこちらのコーナー、セーラマスのコーナーということでね、ガンダムのセーラさんがいろんなものにクレームをつけまくるというコーナーなんですけども、こちらにもボツが届いております。読んでいきましょう。こちら、ラジオネーム人様。ロデオにしがみついていたセーラさんがあーれーって言ってました。なんやねそれ。ちょっといいシーンというか、楽しげなシーンなだけなんだ、それ。ロデオマシーンですかね。それとも本物の牛でしょうか。しがみついてるセーラさん。あーれー。まあ、お嬢様ですから、もともとでは。セーラさんもね。こちら、ラジオネーム、エロア・ガリオア。セーラさんがショコタンに、ギザとか、ギガントとか、バッカルコーンとか、そんな不良みたいな言葉遣い、おやめなさい、この軟弱者と言ってました。PS。ショコタンをゲストに呼んでください。こういう風にね、自分のゲストを呼んでもらいたい人のためにコーナーを使うというのはね、最も卑怯者がすることです、この卑怯者。さあというわけで、続きましてはこちらのコーナー、優しさの定義。
ということでね、剣道小林プレゼンツ優しさの定義のコーナーなんですけども、こちらの方にもなんとボツが取り取るとね、え、優しさかクズかを決めるだけなのに、ちょっと言ってみましょう。こちらラジオネーム丸米真嗣。最近赤っぽい小便が出るんですけど、これって血尿ですか？血尿や、それは。これは血尿です。血尿の定義のコーナーであります。優しさかクズかを判定するもんです、これは。続きましてこちらラジオネーム島福。堀北真希と同じ時代に生まれたこと、これぞ神のご慈悲以外何者でもない。そうだろ、てめおこめいとの諸君。神の優しさとでも言いたいんですかね。これだけははっきり言っておいてやる。偶然やし、堀北真希にとってお前たちはクズのような存在です。はっきり言ってやる。堀北真希ちゃんの人生にとってお前らはいらない小石です。わざわざ省くでもない、取るに足らぬものだって堀北真希ちゃんは歩きながら目線を動かさず歩いてます。続いてのコーナーにもボツ来てます。続いてのコーナーこちら、松たか子目撃情報ということでね、松たか子さんをどこで見たかというコーナーなんですけども、いきましょう。ラジオネーム人様。ケンシロウに飛行をつかれた松さんは、あ、足が勝手にギャーと言いながら落ちていきました。数年後、松さんが落ちた場所に記念碑が作られました。そうです、それが皆さんおなじみの渋谷駅前のハチ公です。なんやこれ。寝ながらコクコク寝て船漕ぎながら書いたんか、これ。脈絡なさすぎるね。ラジオネーム丸米真嗣。長野県知事に当選した田中康夫さんとの顔合わせに臨んだ松本幸四郎さんが、折らせていただきますと言いながら受け取った名刺を本人の目の前で折り曲げていました。全くの別人やしね、ネタが古すぎるこれ。ああ、あったなぐらいのネタをね、古すぎますこれは。チーム逆探知。先日ルフィが、海賊王は無理かな、前立腺四天王に俺はなると街のみんなに新たな夢を宣言してました。ルフィ目撃情報じゃないですからこれ。絶対にルフィ言わないですからね。こちらラジオネームテンポ。折原美香目撃情報。中野ブロードウェイのマンだらけで折原美香さんを目撃しました。ドラゴンボールのグッズコーナーで興味津々のご様子。本当にドラゴンボールがお好きなんですね。何か買うのかなと思って見ていたら、折原さんはクリリンのフィギュアのおでこをグリグリとモーパイしてローピンとつぶやくと何も買わずに去っていきました。オリリン情報はね、まああれば送ってください。あれば送ってください。さあ、というわけで、続いてのコーナーを行きましょう。続いてのコーナーは、こちら、コンチアジェノサイダス。ということでね、本当に何のことかわからない人多いと思いますけども、深くは聞かずに、お付き合いください。さあ、コンチアジェノサイダスのコーナー、ラジオネーム、あなたの肉野菜。ジェノサイダスが、渋谷は人が多すぎる、殺せと言ってました。これ本当のジェノサイダスです、これ。ジェノサイドする人です、これを言うのは。こういう人じゃないですよ、本当に。悪を裁く人なんで、渋谷が悪なわけじゃないですから。ラジオネーム丸米真嗣。サーベルを口に加えたジェノサイドですが、はぁはぁはぁと規制を上げながら、ラジオ局に入っていくのを目撃しました。己の視界に入った人間ならば、誰かで構わず襲いかかるジェノサイダス。社会科見学に来ていて、運悪く謎の怪人に出くわしてしまった小学生たちも悲鳴を上げながら逃げ回っていましたが、足がもつれて転んでしまった子供はなぜかスルーされていました。彼の意外な一面を見た気がします。ああいうタイガージェット神的な人でもないんですよ。きっちりスーツで横分けの人です。で、スーツの色で優しい色のカーディガン着てたりします。どうも誤解されてますね。ラジオネームケビン。ある事故現場に居合わせたジェノが話をつけていました。ブレーキとアクセルの踏み違いやて、便利な社会になってる反面、こういう事故がこれからもっと多発するんや。奥さん悲しんだらあかん。シートベルトも着用してた。エアーバッグもしっかり出た。怪我もなかったんや。
こういう事故は誰にでも起こりうる。奥さんが悪いんやない。よし、わかった。わしがきっちり話しつけたる。おい、公安委員会。ブレーキとアクセル踏み間違えるようなドライバーからは、即刻免許を取り上げてまえ。それが何にも変えがたいシートベルトとエアーバッグになるんとちゃいまっか。そう言われると、ジェノはすっきりした顔でどこかへ歩いてきました。勝手にね、ジェノとか言わないでください。相性の相性の相性ですから、それは。トリプルミーニングになってしまいますんでね。勝手にこういうことはやめてください。さあ、というわけでね、分かってないやつが多すぎる。どういうとこが正解なのか、木曜深夜の剣道小林のてめおこをちゃんと聞いて確認するように。それでは、剣道小林のてめおこポッドキャスト、今日ここまで。さよなら三角、また来てめおこ。Enjoy podcasting. ポッドキャストで無料配信される人気ラジオ番組に CM を入れませんか？情報感度の高いターゲットに効率的にメッセージが送れるポッドキャストアド。詳しくはラジオ CM55 で検索。